憧れある人いますか？あります。おたけさんありますか？私、はいはい、で神奈川県出身っていうパターンと、うん、横浜出身っていうパターンがいるんですよ、神奈川県に。で私言えないんですよ、横浜住んでないので。でそうでしょう。そうでしょ。だってじゃあ、だって横浜出身じゃないんでしょ、だって神奈川出身だもんね。だから横浜出身って言えたらもっとこうブイブイ言わせられるじゃないですか。言えないのよ、出身って変えられないから。いや横浜出身って言いたいです。いや違うだろうって言われるだけだよ、ファンに。言いたいんですよ、ほんと。富田さんも。私も本当もう横浜がここだとしたら片足こういう感じ。どういうこと？ちょっとよくわからない。ちょっと聞いてみてもらって分からないですか？私分からない。それどういうこと？いや、そりゃそうだ。どういうことなの？どういうことか分かんないことをやるなよな。意味が分からない。ここのメンバーの中で一番横浜に近いけど。お前さ、あの神奈川出身だっけ？お前神奈川出身だよね。神奈川県出身です。あ、でも横浜じゃないね、おたけも、はい、富田もね。そうで、それで横浜にたくさん遊びに行ってるのは本当に自信があるので、今日はもう行っちゃいます。それやめろ、それも二度とやるなよ。横浜出身はいないのか？え、横浜出身なの？はい、あの私インドネシアから日本に来て、もうずっと横浜なので。そうなの？え、じゃあ決まりなの？西尾くんでおしまい。え、なに、お前どうしたの？私はあのおばあちゃん家が横浜なので、なんか こんな感じで。あれ何やね。私もおばあちゃん家横浜なんですよ。だからこういう感じで、お前おばあちゃん家とセリトバスほら、お前おばあちゃん家とセリトバ。オープニングだけですでに収録が押し気味なので、巻き目で進行すると